平野翔のインスタグラムが示す、ボンの真実、あの写真に込められたメッセージとはボンの MV が公開されてから数日が経ちました。懐かしい昭和の雰囲気に浸って何度も聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。私もその一人です。あの MV の世界観は、ちょっとクラシックなだけではなく、平野翔さんの新たな魅力が爆発しているような気がします。平野翔のインスタグラムには、 MV 撮影の裏側を垣いまみれるオフショットの数々が昭和スタイルの文字が踊る投稿には MV の世界観をさらに深めるような彼の言葉が添えられています家族写真おせんべい焼いてくれるおばあちゃんメガネほとんどフィギュア自転車歴45年背筋良き紙芝居で出てくる俺たち3人の絵ですアクサンシルコンフレックスアクサンシルコンフレックスまるで昭和の時代劇のワンシーンを切り取ったような 彼の言葉一つ一つが私たちの心を昭和レトロな世界へと誘います。家族写真と題された一枚目の写真。そこにはちょっぴり緊張した面持ちでカメラを見つめる三人の姿が。レトロな衣装に身を包み、まるで昭和の時代劇のワンシーンを切り取ったかのよう。でもよく見ると彼らの顔には笑顔がこぼれている。この写真を見た瞬間、私は ボンの MV の世界観が単なるレトロな演出ではなく彼らが作り出す温かい家族の物語だと確信しました。おせんべい焼いてくれるおばあちゃんメガネと添えられた2枚目の写真ではおばあちゃんメガネをかけた平野翔の姿があの独特な丸いフレームのメガネはどこか懐かしい雰囲気を醸し出していてまさに昭和の時代を感じさせてくれます。でもそのメガネ越しに見る平野翔の眼差しは どこか鋭く、そして力強い。まるで時代劇の主人公のような凛々しい表情です。この写真からは彼が演じる役柄だけでなく、自身の内面にも向き合っている様子が伝わってきます。3、4枚目の写真は、ほとんどフィギュアと紹介されています。なんと、平野翔がフィギュアと化している。彼の言葉通り、 彼はまるで人形のように静止した姿でカメラを見つめています。でもよく見ると彼の表情はいたずらっぽくどこかおちゃめ。まるで子供が遊びに夢中になっているような無邪気な表情です。この写真からは彼の遊び心と役柄に真剣に向き合う姿のギャップを感じます。自転車歴45年背筋良きと添えられた5枚目の写真は自転車に乗る平野翔の姿。 レトロな自転車にまたがり、まっすぐな背筋でカメラを見つめる彼は、まるで昭和の時代の若者そのもの。でも、彼の背筋の美しさは、年齢を重ねた大人としての風格を感じさせます。この写真は、平野翔が年齢を重ねても、常に目標に向かって進んでいく、強い意志を感じさせます。そして、紙芝居で出てくる俺たち三人の絵です。アクサンシルコンフレックスアクサンシルコンフレックス。 と紹介された6枚目の写真は3人が描かれたイラスト。まるで昭和時代の紙芝居に出てくるような可愛らしいイラストです。このイラストを見た瞬間、私はボンの MV の世界観が単なるレトロな演出ではなく彼らの友情と絆の物語だと確信しました。これらのオフショットを見るたびに平野翔がボンの MV を通して私たちに伝えたいメッセージが見えてくるような気がします。 それは、単なるレトロな世界観ではなく、時代を超えて愛される普遍的な価値観、家族の絆、友情、そして夢を叶えることの大切さ。平野翔は、昭和レトロな世界観の中で、新しい自分を見せてくれていると感じます。それは、これまで見せてきたアイドルとしての姿とはまた違う、より人間にふれる、そして深みのある姿です。ボンの MV は、単なる映像作品ではなく、 平野翔という一人の人間が自身の経験や感情を込めて作り上げた作品だと感じます。彼はこの作品を通して私たちに大切なメッセージを伝えてくれているのではないでしょうかこれらの写真や言葉を通して私は平野翔がボンという作品を通して自身の成長や変化を表現しているように感じます。それはアイドルとして活動していく中で生まれた葛藤や喜び、そして 常に進化し続ける彼の姿そのものです。MV の中で、平野翔は昭和レトロな世界観の中で、自身の内面と向き合っているように見えます。彼の眼差しは、どこか懐かしさを漂わせながらも、未来を見据えているようにも感じます。彼は、この MV を通して、私たちに時代を超えて愛される普遍的な価値観を教えてくれているのかもしれません。家族の絆、友情、 夢を叶えることの大切さ、これらの価値観はいつの時代も人々の心をつなぎ止めてくれる力を持っているのではないでしょうかそして平野章は昭和レトロな世界観の中で自身の新たな魅力を発揮しています。それはこれまで見せてきたアイドルとしての姿とはまた違う、より人間味あふれる、そして深みのある姿です。ボンという作品を通して平野章は私たちに 時代を超えて愛される普遍的な価値観を伝えているのかもしれません。そして彼の新たな魅力を発揮することで私たちに新たな感動を与えてくれるのかもしれません。平野翔はこれからも自身の成長や変化を表現し続けるでしょう。そして私たちに新たな感動を与え続けるでしょう。ボンの MV を通して私は平野翔という一人の人間が 自身の経験や感情を込めて作り上げた作品だと感じました。彼はこの作品を通して私たちに大切なメッセージを伝えてくれているのではないでしょうかボンという作品を通して平野翔は私たちに時代を超えて愛される普遍的な価値観を伝えているのかもしれません。そして彼の新たな魅力を発揮することで私たちに新たな感動を与えてくれるのかもしれません。平野翔は これからも自身の成長や変化を表現し続けるでしょう。そして私たちに新たな感動を与え続けるでしょう。あなたは平野翔のボンという作品からどんなメッセージを受け取りましたかボンの MV はただレトロな世界観を楽しむだけでなく平野翔という一人の人間が自身の経験や感情を込めて作り上げた作品だと感じます。彼はこの作品を通して 私たちに大切なメッセージを伝えてくれているのではないでしょうかあなたは、平野翔のボンという作品から、どんなメッセージを受け取りましたか平野翔のインスタグラム投稿は、まるで、ボンの MV の世界観をさらに深めるための、もう一つの物語のようです。彼は、自身の言葉と写真を通して、私たちを昭和レトロな世界に誘い、そして、そこに隠された彼の思いやメッセージを伝えていると感じます。 家族写真に写る三人の笑顔は、単なる撮影時のスナップショットではなく、彼らが築き上げてきた強い絆を感じさせます。それは、まるで時代を超えて受け継がれていくような、温かい家族の物語を私たちに語りかけているかのようです。おせんべい焼いてくれるおばあちゃんメガネの言葉からは、平野翔自身の優しい心の温かさが伝わってきます。彼は、昭和レトロな世界観の中に、 自身の思い出や感情を投影することで、私たちに共感と懐かしさを与えています。ほとんどフィギュアというユニークな表現は、彼の遊び心とユーモアを感じさせます。彼は、真剣な表情と茶目っ気のある表情を自由自在に操り、私たちを魅了しています。自転車歴45年背筋良きという言葉からは、彼のストイックな一面が垣間見えます。彼は、 目標に向かって努力を続ける強い意志を持っていることを私たちに示しています。紙芝居で出てくる俺たち三人の絵です。アクサンシルコンフレックス。アクサンシルコンフレックス。という言葉は彼らの友情と絆を象徴しています。彼はこのイラストを通して私たちに彼らの特別な関係性を伝えています。